スマトラ島沖地震スマトラ島沖地震2007年スマトラ島沖地震は2007年9月12日インドネシア西部時間18時10分26秒にスマトラ島の南部沖で発生した地震であるモーメントマグニチュードは8.5インドネシアのブンクル州北部で5メートル以上ドーパダンで1.1メートルモーリシャスのロドリゲス島とセイシエルのポートラルーで0.6メートルなど インド洋の各地で津波を観測した。翌朝にも M7.9 の大規模な余震が発生するなど、その後も複数回の大きな余震が発生した。9月15日までに確認されている死者は17名となったが、この中に津波による死者はいなかった。なお、2007年3月にもスマトラ島沖で M6.4 と M6.3 の地震が起こり、 70人以上の死者が出ている。スマトラ島付近では2000年以降大きな地震が多発している。特に2004年のスマトラ島沖地震を皮切りに M7 から8クラスの地震が相次ぎジャワ島沖まで及んでいる。a マグニチュード8.5サザンスマトラインドネシアアーカイブ2009年12月18日アットザウェイバックマシンなおマグニチュードの値は 初期値 M7.9、改定値 M8.2、再改定値 M8.4、再再改定値 M8.5 のように変わった。ありがとうございます。